出身、現在、ブラブリッツ秋田で、フォワードをやらせていただいてます、レオナルドです。本当に青森山田高校の監督黒田剛さんと、有田さんのつながりありまして、そして、本当に、プロの近道だと思った部分もありまして、本当にあの素晴らしい環境、揃っているだけに本当にこう声、かけていただいたことにはすごく感謝してますし、自分のサッカー人生にとって、素晴らしい、出来事だったと思っています。本当に素晴らしいピーチの前で、素晴らしい寮に住めることであったり、しっかりした食事、朝昼晩も、食べられる、本当に、筋トレルームもそうですけど、いろんな面でものが揃ってますんで、本当に選手一人一人の意識だと思うんですけど、本当に上に行くチャンス十分ある、環境だと思って、います。本当に、プロに行けたのが本当にジャパンサーカレッジで、プレーできたことだと思ってます。はい、そうですね、本当に24時間、サッカーをやれる環境にいますし、本当に選手一人一人、意識高く持って、自分の、レベルを上げるために本当に、月曜日休みだったりすること多かったんですけど、その日にも本当に、キーパーの友達をつかめてシュート練習やったりとか、本当にフィジカルの練習であったり、本当に素晴らしい筋トレルームも揃ってるんで、本当に時間を無駄にしないで、しっかり全力でサッカーに取り組む、意識を持ってほしいなと思いますね。そうですね、本当にプロになって J2 約40試合ぐらいですかね、20得点ありますけど、現在 J3 にいますけど、とにかく J3 での得点王になりたいですし、また J2、J1 の舞台でぜひ、プレーしていけるように、努力していきたいと思います。そうですね、本当にジャパンサガカレッジは素晴らしい、学校だと思いますし、素晴らしい指導者も、揃っているので、本当に、夢諦めずに、本当にジャパンサガカレッジであれば、必ずその夢を叶えると思うんで、僕もその一人ですし、ぜひ、皆さんに頑張ってほしいなと思います。